こんにちは、特急便です。2024年4月1日になりました。午後2時半です。これから出発します。晴れてる時、カッパはどこに入れてますか？質問が来たんですけども、ママチャリの自転車の前かごに入れてます。で、そのままボンって入れとくと他のものが取りづらいんで、僕の場合は袋に入れてます。こんな感じで袋にギューって詰めて、そのまま前かごにポンって入れてます。で、服、今日は暖かいんで上着着ませんですけど、服も袋に入れてます。で、こうしないと雨が降ってきた時に前かごに入れといても全部濡れちゃうんですよね。で、袋に入れとけば雨が上がった後これも着れるということで袋に入れてます。で、これ以外に着替えも入れてます。夏場だとシャツが濡れて着替えたいじゃないですか。で、1着はいつも用意しておいて、まあ、靴下もそうですけども入れておいて、必要な時は着替えています。あとですね、普通のママチャリよりは、クロスとかロードバイクの方がいいんじゃないですかっていうご意見がまた来ました。そうかもしれない。大方の意見としては速い自転車の方が楽だっていうことで、配達を長くされてる方、たくさんされてる方は大体速い自転車を使っています。僕は乗ったことないんでそもそも分かんないんですけども、まあママチャリが好きなんでそのまま使ってます。子供の頃、そういえば、まあ、前傾姿勢のこの自転車を買ってもらって乗った覚えがあります。ただ、まあ、前に前傾姿勢しないでこのまま乗れる方が、まあ、楽に感じてね、この方がいいなと思ってます。申し訳ございません、同調できなくて。他にはご質問がなかったんでこのまま出発します。近畿公園待機です。今日何度なんだろう、暑いですね。冬から春がなくてそのまま夏になったような、こんな感じです。ただこれちょっと脱ぐと寒いんで着たまま休憩します。あ、それでさっきの車両運搬具、どんな道具で配達するかの話の続きというか派生の話なんですけども、過去に何人かこういう自転車がいいんだ、こういうバイクがいいんだで比べて売り上げを比較した人がいます。同じ人が乗り換えても大体売り上げはあんまり変わらない、スピードを落としてもあんまり変わらないそうです。僕はやったことないけど、稼ぐ人は何やっても稼ぐ、稼げない人はどんな風に変えても稼げない、そういう世界です。時間は長い方がいい、場所は端っこより真ん中の方がいい、そういうのはありますけども、車両で売り上げが変わるってことはあんまりないと僕は思います。ただこれ僕の個人の意見なんで、いい自転車乗りたい、いいバイク乗りたい、いい車買いたいって人はそれでやってもいいんですよ。ですので閑散期に入ってくるとなんかいろいろ工夫したくなるじゃないですか、こういう新しい自転車買ってみようかなとか、なるべくやらないで我慢した方が僕はいいと思います。目安としては5月15日、この後少し忙しくなる時期は5月の15日です。そこまであと1ヶ月半我慢しましょう。伊東津田駅です。前の公園で鳴らなかったんでちょっと場所を変えました。一応この公園がこの辺りの鳴りポイントです。ただ閑散期ですと鳴りポイントも意味はないです。もしここで鳴ったとしてもそれはたまたまであんまり意味はないです。初鳴りです。マクドナルドに行きます。1軒目ドロップ下伊東津です。鳴らない公園です。イボリのホットモットさんが鳴ってくれました。行ってきます。2軒目ドロップ一枝です。ならないので終わりにします。3時間25分やりまして報酬が757円でした。運転率にしますと 15% でした。昨日1件だけやって 55% だったんですけども、もうそっちの 55% の方がイレギュラーで、今日の 15% ぐらいが今の私のこの辺りの実力だと思います、相場だと思います。1キロの中は2件ありまして230円から330円でした。移動距離は 2.9 キロと出ました。多分稼働だけを考えた場合それで合ってると思います。ではまた次回です。さよなら。